はい、ズキです。いよいよアップルの発表会が迫ってきました。イベントは10月13日日本時間14日午前2時からで、例年に比べると約1ヶ月遅れとなりますが、ついに新しい iPhone が発表される見込みです。そこで今回は新 iPhone、 iPhone12 にまつわる3つの噂とともに、9月17日に先行リリースされた新しい iOS、 iOS14 のおすすめ設定を見ていきたいと思います。まずはアップデートされた iOS14 から見ていきましょう。今回の大型アップデートでは、ピクチャーインピクチャーやホーム画面にウィジェットを追加できるようになるなど、見てわかる様々な新機能が使えるようになっています。その中でもぜひ試してほしい3つの設定をご紹介します。なお iOS14 にアップデートできる端末は iOS13 に対応しているすべてのデバイスで、 iPhone6S と 6S プラス、初代 iPhone SE 以降の iPhone、 そして第7世代の iPod Touch と幅広く対応しています。私は楽天モバイルの eSIM で運用している第2世代の iPhone SE をiOS14 にアップデートしましたが、当初固定電話等からの発信を着信しないなどのバグが存在していました。ただ現時点 iOS14.0.1 になったためか、あるいはアプリが対応できるようになったのか、それらのバグは回収されていますので、そろそろメイン端末である iPhone 11 Pro Max もアップデートしようかと考えています。さて iOS14 の設定変更で一番試していただきたいのが背面タップです。iPhone の背面をタップすることで特定の操作が行えるという機能で、タップはダブルタップとトリプルタップで別の操作が割り当てられます。初期状態ではオフになっていると思いますので、設定から、 iPhone の設定といえばアクセシビリティ、身体機能および操作項目のタッチへと進み、再下段の背面タップを設定することで使えるようになります。私はダブルタップ項目にスクリーンショットを設定して使っています。これにより背面をダブルタップするとスクリーンショットを撮ることができます。誤操作を防ぐためトリプルタップには何も設定していませんが、もちろん設定でき、このような項目アクションを登録することができます。試しに下にスクロールを設定してみると、 Twitter などをチェックしている際にトリプルタップすると、はい、若干ですがスクロールしました。慣れると非常に便利な機能だと思いますので、適宜自分に合ったアクションを試してみてください。続いて iOS14 のいわゆるドロワー機能を見ていきます。ホーム画面を右にスワイプしていくと、このようにアップライブラリーというページが表示されます。これは Android OS でいうところのドロワーと同じ機能で、 iPhone にインストールされているすべてのアプリを表示させたり、カテゴリー別に探すことができる機能です。この機能が追加されたことで、ホーム画面からアプリを非表示にすることができるようになりました。これまでホーム画面でアプリを長押しし、アプリを削除を選択すると、アプリの削除もしくはキャンセルだけが選べましたが、今回のアップデートによりアップライブラリーへ移動という項目が追加されています。ここを選択するとホーム画面でアプリは消えてしまいましたが、アップライブラリーにはしっかり残っています。さらにアイコンだけでなくページ自体を非表示にすることもできるようになりました。画面を長押しして現在のページを示すアイコンをタップすると、このようにページ編集画面に進みますので、例えば今ウィジェットをたくさん表示させているページ、この時計のウィジェットが表示させているページのチェックを外して表示をオフにすることで、スワイプしてページを移動しても表示されることはなくなりました。もちろん非表示となったページにあったアプリもアップライブラリーから起動させることができます。再表示させるのは逆の手順で、ディスプレイを長押しタップ、外したチェックを再度オンにすれば表示されます。おすすめ設定変更3つ目はデフォルトアプリの設定変更です。これまでの iOS ではブラウザーはサファリ、メールはメールアプリとデフォルトアプリが決まっていましたが、設定から例えば Google Chrome を選択するとデフォルトのブラウザアプリをサファリから変更することが可能です。メールアプリも変更可能になっています。ブラウザーなどから URL をクリックした場合も、このようにどのアプリで開くかが選択できるようになりました。
そしてこれは設定変更というわけではありませんが、これまでの iOS だとキーボードを使って数字を打つ際、例えば111と打つと、気をつけないとこのように変換されてしまいましたが、 iOS 14 では111と打てば数字がそのまま表示される仕様に変更されています。個人的にはこれが非常に嬉しい変更ポイントでした。新 iPhone が発売されましたら早速購入して、いろいろな検証とともにこのようなおすすめ設定もご紹介したいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。続いて新 iPhone 気になる噂3つを見ていきます。噂その1、新 iPhone は3サイズ4モデル展開。全モデル iPhone11 シリーズは iPhone11 いわゆる無印、そして iPhone11 Pro、 iPhone11 Pro Max という3モデル展開でしたが、新 iPhone、 iPhone12 シリーズの構成は iPhone12 mini、 iPhone12、 iPhone12 Pro、 iPhone12 Pro Max の4モデル展開が予想されています。注目は初登場となる iPhone mini で、アップルの製品としては iPad mini や Mac mini もありますので、ある意味自然な流れとも言えます。 iPhone12 mini はディスプレイサイズ 5.4 インチモデルで、中間サイズ 6.1 インチモデルの iPhone12 無印 12 Pro よりも小さく、これまでの iPhone と比較すると iPhone7 Plus や8 Plus の 5.5 インチよりもさらに小さいディスプレイとなるようです。ちなみにプラスでない iPhone、iPhone2 のディスプレイサイズは 4.7 インチですので、ディスプレイだけ比較すると iPhone SE2 の方が小さいということになります。なお、iPhone12 Pro Max は全モデルの 6.5 インチから 6.7 インチへとさらに大型化されることが予想されています。端末名称についてはミニではなく一番小さい 5.4 インチモデルが iPhone12 いわゆる無印で、 6.1 インチモデルが iPhone12 Max、 そして iPhone12 Pro の2モデル展開で、一番大きいのはそのまま iPhone12 Pro Max になるという噂もあります。いずれにせよ4モデルとも新しいチップセット A40 を搭載する見込みで、プロモデル2機種との違いは大きく分けてアウトカメラの構成と RAM 容量になるようです。価格は iPhone12 mini が 64GB モデル649ドルからで、円換算すると約69,000円、 iPhone12 無印も 64GB モデルが用意され、価格はミニより100ドル高い740ドルで、円換算すると7万8000円になります。ミニと無印にはよりストレージ容量の大きい 128GB モデルと 256GB モデルが用意され、おおよそ5000円ずつ高くなるようです。iPhone12 Pro は 128GB の999ドルからで、円換算すると10万6000円、 iPhone12 Pro Max も 128GB の1099ドルからで、円換算すると約12万円と予想されています。噂その2、4モデル全てで有機 EL ディスプレイを搭載。ただしハイリフレッシュレートには対応せず、昨年のモデル iPhone11 シリーズではiPhone XR の流れを組む iPhone11 無印のみ液晶ディスプレイが採用されていましたが、 iPhone12 シリーズは全モデルで有機 EL ディスプレイが採用されるようです。ただし iPad Pro 2017年モデル以降で採用されているディスプレイのプロモーション技術、ハイリフレッシュレート 120Hz は見送りになるという見方が強くなっています。従来の iPhone はディスプレイを1秒間に60回書き換える 60Hz 駆動でしたが、 Android スマートフォンでは倍の書き換え、 120Hz 以上のハイリフレッシュレートで滑らかな表現を可能にしている端末が増えているので iPhone もと期待しましたが、この機能は iPhone には来年のモデルで搭載されるという線が強くなっているようです。デザインは iPad Pro のような角張ったフレームになり、ボディの素材は iPhone12 mini と無印がアルミニウムで、 iPhone12 Pro シリーズがステンレスになるようです。アウトカメラは iPhone12 mini と無印がデュアルカメラ、上位モデルの Pro、Pro Max がトリプルカメラに距離を測定するライダースキャナーが採用される見込みです。ラム容量については Pro シリーズが 6GB、 ミニと無印は 4GB と想定されています。アウトカメラとラム容量の差が Pro シリーズの差別化ポイントになりそうです。またポートについては USB Type-C になるのではないかという見方もありましたが、今回もライトニングのままのようです。噂その3、 iPhone12 シリーズは全て 5G 通信に対応。ただしより高速なミリ波に対応するのは iPhone12 Pro Max のみ。これはミリ波に対応させるために必要なアンテナを内蔵させるスペースと、その消費電力の大きさに見合う大容量バッテリーを搭載できるのが iPhone12 Pro Max だけだからだそうです。なお iPhone12 mini については LTE モデルとなるという噂もあります。いずれにせよ10月14日の発表が楽しみです。速報動画も作りたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。